このようになりました。下にある逆さまにした寸胴鉢の上にある不織布ポットで少し栽培面積が広くなりましたね。この不織布ポットの底の方には赤玉土の大粒、中粒などが混じったものを敷いて、その上に植物残渣を長らく積み重ねておいてできた腐食土を入れて、そこにこのスーパーミニ苗を置いて、周辺にさらに腐食土を入れて、一番上に赤玉の小粒と植木屋さんが使う松地を混ぜたものを敷いて、それから今水をやったところですね。まあ、これで安定すると思いますので、もうちょっとそれぞれの水芽が自分自身の根を出して自立できるようになるまで待とうと思いますね。その後は切り分けて一本ずつの単独育苗に入る予定です。まあ、メリクローン苗の親株が、親株といっても小さかったものですが、越冬に失敗してこのサンルーム内で越冬に失敗してダメになったおかげで水芽がたくさんできてきたと、こういうことですね。